リニューアルの目玉は、ザ・ W 優勝者。日本テレビ系日曜夜の人気番組、世界の果てまで、イッテ Q が、今回にも大幅リニューアルされることが分かった。珍獣ハンター、妹彩子、34、2007年の番組スタートから、笑いを届けた森美奈香が卒業。世代交代して森美奈香の後を引き継ぐのは、お笑い第7世代の人気女性トリオ、3時のヒロインだという。大幅リニューアルの裏には、番組のマンネリ化、視聴率の問題がくすぶっていた。最近のイッテ Q はテレビ朝日のポツンと一軒家に視聴率で負けていることもあり、日テレ側はこのコロナ禍による休眠、4月26日は放送なし、5月3日は総集編の間に出演者を見直すことにした。日テレ関係者。番組側がレギュラー、準レギュラー出演者にその方針を示したところ、意外な反応があった。女優志望の妹彩子が最初に降板を申し出たんです。番組内では珍獣ハンターや登山部で引っ張り、2009年には24時間テレビのマラソンランナーも務めた妹ですが、昨年11月に登山ロケでコンビを組んだイッテ Q のディレクターと結婚。それもあるのか、番組を卒業し女優業を一本に絞ることを決意したようです、とは番組関係者だ。これまでの功労者妹の意思が尊重されるのは自然な流れだろう。だが妹に釣られるように森美奈香も卒業を決意したという。番組としては妹だけいなくなるのではリニューアルとしてはバランスが悪いので、話し合いの末、ベテランとなった森三中が卒業することになった。番組開始当初から、温泉同好会、世界中のアトラクション、寒中水泳などに体当たりで挑んできた3人でしたが、40代になり、最近は体力的にもきつくなっていた、番組関係者。森美奈香メンバーの黒沢和子が、新型コロナに感染したこと、4月4日発表も大きかった。黒沢の休業を受け、イッテ Q でも3人の出演を見合わせることになった。そこで、急遽、代わりに引っ張り出されることになったのが、3時のヒロインの3人だったんです。日テレ赤係者。番組の MC、内村光吉が、3時、と面談して、3人の笑いのセンスを評価し、まずは、森美奈香の代役として出演することを受けた周り、託したそうです、と、同関係者は明かしている。3時、といえば昨年、女芸人ナンバー1決定戦ザ・ W で、優勝した3人組、夢っち、25、福田麻貴、31。かなで、27、が、米国の学園ドラマの女子生徒のような息の合わせた、笑いを展開し人気だ。しかも森美奈香と同じ3人組で、所属も、同じ吉本興業だ。イッテ Q で、先輩、森美奈香の後を引き継ぐことに、何の支障もなくすんなり、話はまとまったという。それだけではない。3時は、すでに日テレが、ポスト、24時間テレビ特来を受け付けている、ゴールデンウィーク中のキャンペーン企画、ゴールデン学びウィークに、所ジョージア、増田一アナ、水浦麻美アナらと共に、MC 陣に抜擢されたばかり。これに続き、日テレの看板番組、イッテ Q のレギュラーとなれば、お笑い第7世代の中でも頭一つ抜け出す、スター街道まっしぐらとなりそうだ。ただ、コロナ禍で番組の海外ロケも
国内での出演者が顔を揃える通常収録もストップしたままだ。3時が森美中の代打で行く予定だった海外ロケも延期となったという。今後もコロナ対策として出演者がリモート出演し、ストックや過去の総集編を放送する予定だ。このため井本と森美中の番組卒業、3時のレギュラー陣入りを含む番組のリニューアルの時期もコロナの収束次第、早くても夏以降になりそうです。同関係者という。世代交代した新しい面々が加わり、新旧の出演者がコロナ禍前のように世界中を飛び回り、お茶の間に笑いを届けられる日が早く来てほしいものだ。